菊池消防は、静岡県富士市出身の元プロ野球選手。静岡県立富士の宮東高校在籍時から、プロのスカウトに注目される存在だったが、ドラフトで指名されず、卒業後は、三菱自動車岡崎に入社した。しかし、在籍2年目の2004年に、本社の不祥事発覚で、三菱自動車岡崎が、活動自粛を余儀なくされ、東方ガスに移籍する。 東方ガスでは早速エースとして活躍し、2005年の都市対抗野球大会出場に大きく貢献した。2006年は都市対抗野球大会の自チームでの出場こそ逃したもののトヨタ自動車の補強選手として出場、社会人野球日本選手権でもエースとしてチームの日本選手権初出場をもたらした。同年のドラフトで中日ドラゴンズから4位指名を 受けて入団。80年近い歴史を持つ東方ガス、公式野球部から誕生した初のプロ野球選手となった。プロ1年目の2007年は8月に1軍登録され7試合に登板し防御率3.52位の成績で終わった。2008年1月に一般女性と入籍。しかしシーズンでは1軍出場なしに終わった。オフにドミニカウィンターリーグに派遣され。 ティグレース・デルリ氏に所属した。しかし、わずか1試合の中継ぎ番のみでとの参加者より、一足早く帰国した。2009年は、キャンプは2軍スタートで開幕もそのまま2軍で迎えた。4月21日に1軍に昇格したが結果を残せず、11月2日に戦力外通告を受けた。中日から打撃投手への転向を打診されるものの、これを断って、 社会人野球の三菱重工名古屋に入社した。その後、7シーズンにわたって、社会人野球で選手生活を続けたが、2016年をもって野球部を退団し現役を引退した。時速1 3 0トル台後半から、時速1 4 0トル台前半の直球と、スライダーカーブスクリューなどの変化球を投げ分け、打者を打ち取る、技巧派左腕。 ありがとうございます。